開発しまして、マスクになります。紫外線 LED をこの中に埋め込んだという形ですね。で、まあ、これがスイッチなんですけど、スイッチを押すと、こういう形で、まあ、照射すると、中でウイルスや菌を弱体化及び殺菌できるという形になってきます。応用としては、仕切り板を入れて空気のフローができるんで、長時間照射できるという形になりますので、実用新案を出してますので、そういった形で提出しています。協力してくれる企業様がおられれば、ぜひ協力していただければありがたいなと思っています。ぜひぜひ皆様の協力をよろしくお願いいたします。